皆様こんばんは。またまた、本日も、たつのし、またまた、新春大売り出し、そなっちね、曲の和音コードも少し理解していくと、ピアノ調達にはつながりますが、無理をしてはいけませんね。人に優しく。ゆっくり部分練習に反復練習も重ねることでちゃんとできるようになりますからね。それでは。そういうことでござるな。